ホテルとかも行けないし、あ、年齢制限があるから。多分漫画の中身もよくあるんだ。付き合ってすぐ。今日親いないんだけど、パパパオッケーよって。うん、私たちその、はい、あの結構青春アニメ見てんじゃん。ボリビア見てて、はい、それで私なんか質問いっぱい出てきたじゃん。うん、女の子本当にハンカチ持ってんのって。あんなことやこんなこと本当にあるのみたいな。うん、じゃあ、じゃあさっき私聞いたのハンカチ持ってんの、それ本当の。ハンカチは大体持ってないっすあれは漫画の世界で、まれにめっちゃ綺麗好きな人が持ってたりするけど、ここから出してじゃあコントを返すわってみたいな、あんまないよねそんなんね、さすがに。綺麗なマネージャー、まあ高校によるけどね、あるよ。大体ね、野球部のマネージャーはめっちゃ可愛い。なんかそういうルールがあるんだろうね、多分可愛い子しかマネージャーになれない。マネージャーやっぱりみんなに愛されるみたいな。いやそりゃそうでしょ、だって野球部とかさ男何十人もいる中でさ。で見たら みんな一番気になるのは、うん、この、はい、学校の屋上で喧嘩お弁当食べるとか、はいはいはい、そういうシーンがあるじゃん。あれ何なんだろうね、多分漫画とかドラマとかでもさ、うん、結構大体屋上でそうだよね、告白したりとかさ、うん、放課後屋上来いよみたいな、うん、それはねないっす大体立ち入り禁止です。卒業するときはポタンは、ああ、はいはいはい、取られる。これはマジです。ちなみに俺は全部なくなった。は？まあ大体第5ボタンまであるんだけど、まあ、全部なくなって袖のボタンも全部なくなった。第2ボタンはあれ特別一番。心臓に近いんでしょ？意味を込めてその第2ボタン。取られた？第2ボタンはねもうね学校出た瞬間なくなった。は？3秒でなくなった。なんで？ください、あげたの普通に、あげた、別にいらねえやと思って、好きな人もいなかったし。日本の学校は本当にあの下駄箱ね、うん、シューズボックスがあるの、はいはいはい、本当ですか。今はあれなんでしょう、外の靴でそのまま行くんでしょう。そうそう、土足なんで。あ、日本は玄関でその下駄箱に入ってる、うん、その内上履きっていうね、うん、室内シューズに変えてから学校入るから。その漫画の中にもよく出てくる、あげたら例えばラブレターとかチョコが入ってると、いじめられる子は靴も落書きされるから、紙も貼られるとか。靴の中に画鋲が入ってんのよあ、それは本当なの？それはね実際あるんだな。かわいそう。そう、そういうのもたまにはあるね、確かに。じゃあ告白は？ラブレターはね、あるんじゃないかな、多分。もらったことないから知らないよ。俺はないけど、確かにそのバレンタインデーの日とかね、ああ、みんな真顔でこう普通に開けるけど、内心めっちゃドキドキしてあるかなと。あの瞬間ね、朝一の一番の楽しみね、バレンタインの日の。いいな次の問題も結構、はい、青春だね。あの日本の文化祭ね。うん、告白が多いの本当ですか？でその告白した後みんなキスするんです。最初の質問ね、文化祭は告白あります、確かに多いです。いやいや、まあ、流れとしてはその一緒に回ろうぜっていう約束をまず前日までに済ませますね好きな人に対して。でまあお化け屋敷行ってキャーとかして。そうね、うん、なんか漫画の中に絶対ある。あるあと絶対ある。あのコスプレカフェとかあるあるある、まあ、そこでちょっと仲を深めて、うん、まあ、ちょっといい感じになって夕方ぐらいに、うん、まあ、ちょっと実はさ、お前のこと好きなんだわお友達は、はい、家に遊びにいたらで、お母さんは絶対お茶を出すんですか何それ絶対そのお茶とちょっとしたお菓子みたいな、あ、常に家に用意してあるから、友達が来たら出すね、お客さん来たりしたら。カルピスはちゃんと濃いめに出てくるよ、薄くないよ。それも漫画で見た友達が家遊びに行って、うん、でちょっと濃いめのカルピスはこいつお金持ちみたいなカルピスとあと お茶ね、麦茶とか、その濃さでその家の裕福さが分かるこいつ薄いなって、あ、節約してんだなって。最後の質問ですね、はい、デートするときはあの家にしてるパターンが多い。みんなその後すぐやっちゃうんですが、あ、PPP をね、お、PPP パパ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 な、めっちゃそれ早く終わりそうじゃないパパパって日本それ早く終わらせろみたいな感じ。パパはまあ家だよね、まあ、なんかそれ日本人はね、もう家に来たら OK みたいな暗黙の了解があるよね、それ。それ結構あるあるじゃない漫画で。そのシーン見たことない？今日親いないんだけど。それでもし来たとしたら、
それはもうパパパしようぜ、パパパ OK よって、そういう意味合いです。気をつけてね。だからやりたくないのに言ったらダメよ、台湾の人。いや留学生とか、いや私留学生の私みちるに誘われたもん最初の時。はいはいはい、いやそうそうそう考えたのお前。そっか、それめっちゃ文化の違いじゃん。じゃあ別にもう手出してなかったよ。でもまあ大体の人はそのオッケーだよっていう合図。日本人同士だったら、まあ、そんなこと言ってめっちゃ照れてるやった。えそうなん、うん、いやダメだよお前、連れてきたらな。彼氏の家行っちゃダメだよ。